皆さんこんにちは、 B レジェンド小林です。今回はトレーニングシューズの選び方について解説をさせていただきます。おすすめのトレーニングギア3選の時に、実はランニングシューズってあんまりウェイトトレーニングには向いてないんですよというお話をさせていただきました。まずはそこのおさらいから始めていくんですけども、ランニングシューズというのは膝とか、ね、腰への、ね、ショックが来ないように吸収してくれるように、まあ、そこが厚くなってます。そこが厚いということはウェイトトレーニングみたいにぐっと、ね、安定した姿勢で地面を踏ん張って行うような運動の時には当然ですね、そこが厚いと踏ん張った時にグラグラしちゃって安定しないわけなんですよね。なので実はそのショックを吸収するためにソールが厚くなっているランニングシューズのようなシューズというのはあまりウェイトトレーニングに向いているとは言えないんですね。じゃあどんな特徴のシューズがウェイトトレーニングに向いているかというと、まず一つ目は当然ですけども滑らないシューズですね。グリップ力が高くて滑らないシューズがおすすめです。想像してみればね、もう分かりやすいと思うんですけど、ベンチプレスで踏ん張った時にズルって滑ってしまったら大怪我になりますし、スモーデッドリフトやった時にズルっとね足が滑ってしまったら最悪の場合ですね、足の上にウエイトが落ちてきて大怪我をしてしまう、そういう可能性もあったりします。私もそうなりかけてねヒヤッとしたことがあったりするんですけども、まずはやっぱりそのしっかり踏ん張った時にグリップしてくれるようなグリップ性の高いシューズを選んでいただくというところにあります。そして2つ目がソールの薄いシューズを選んでいただくということにあります。まあ、先ほどねランニングシューズはソールが厚くなっているんで踏ん張った時に安定感が欠けてますよという話をさせていただいたので、まあ、逆にソールがなるべく薄いシューズ、底が薄いシューズを選んでいただくとしっかり踏ん張った時により安定しやすくなりますので、そういったシューズを選んでいただくのがおすすめです。そして最後3つ目なんですけども、このソール、底が平らなシューズを選んでいただくというのが重要になってきます。まあ、これもランニングシューズが向いてない原因の一つになるんですけども、ランニングシューズっていうのは前に進むのを補助するためにつま先からかかとにかけてちょっと傾斜がついてたりします。専門用語でドロップって言ったりするんですけども、まあ、これも靴によってねこのドロップ幅が2ミリだったり5ミリだったりとかね、いろいろあったりするんですけども、そういう感じでつま先からかかとにかけて傾斜がついていると、まあ、安定した、ね、姿勢で踏ん張るウェイトトレーニングの際には重心がぶれやすくなってしまうので、なるべくですねソールが平らな、底が平らなシューズを選んでいただくというのがおすすめになってきます。じゃあこれら3つの特徴を備えたトレーニングシューズって例えばどんなのがあるのっていう話なんですけども、一つはねそういうトレーニング専用のシューズを買っていただく。私が普段使っているトレーニングシューズはまさにそういうねトレーニング専用のシューズになるんですが、まあ、厳密に言うとそのパワーリフティングというね競技用のシューズになっています。まあ、ただそのパワーリフティングという競技自体がスクワット、ベンチプレス、デッドリフトの挙上重量を競う種目ですので、ほぼトレーニング専用のシューズだと思っておいてください。しっかりソールが薄くてドロップがない平らな、底もねすごい滑りにくいゴムでできていてしっかり安定する、そういうようなシューズになっています。まあ、ただですねこのトレーニング専用のシューズ、パワーリフティング用シューズなんかはどうしても値段が張るということもありますし、人によってはねもうちょっと自分の気に入ったデザインのおしゃれな靴履きたいっていう方もいらっしゃるかもしれないので、じゃあね他にはどんなシューズがおすすめなのかっていうことをね解説をさせていただくんですけども、まずは値段重視、とにかくねもう安い靴でトレーニングをしたいっていう方には作業着屋さんで売ってるような、旅靴が実はすごいおすすめです。中には1000円を切るものもあったりするんですけども、旅靴っていうのは実はですねすごい滑り止めが効いていて、でそれでいてソールが非常に薄いので、そういう意味ではかなりですねトレーニング向きなんですね。なのでこうトレーニング上級者の方でも数百円のですね旅靴でトレーニングをしてらっしゃる方も中にはいらっしゃったりします。なのでこうコスパ重視でトレーニングしたい方ですとか、
自分に合うかどうかちょっとわからないのに、あんまりねこう値段の高いものを買いたくない、そういう方は一度ねそういう作業着屋さんで旅靴をいろいろ試してみていただくのもいいんじゃないかなと思います。その他にはですね、まあ旅靴ほど安くはないんですけども、屋内用のフットサルシューズなんかが実はねウェイトトレーニングにおすすめだったりします。屋内用のフットサルシューズでしたら、まあ、当然フットサル用のシューズなので滑り止めの面ではねもう申し分ないですし、実はフットサルシューズって、まあ、そこソールがね平らでね結構薄いんですね。そういう面でもトレーニング向きですし、まあ、デザインもね結構いろんな種類のデザインがあって、お好みのねデザインが見つかりやすい、そういう種類のシューズになってます。でまあ、当然ね旅靴よりはやっぱり値段は上がりますけども、まあ、それでもね、割とリーズナブルに手に入れることができるかと思いますので、お近くのねスポーツ用品店なんかでフットサル用のシューズをいろいろ見ていただくのもいいんじゃないかなと思います。あとは特にファッション性を重視される方なんかはスニーカーを履いてトレーニングされる方もいたりします。ソールはね薄いとは言えない、まあ、旅靴とかと比べると、ソールはどうしても厚めになってしまうんですけども、まあ、それでもね割と頑丈ですし、まあ、滑り止めも効いてて、でソールが平らになっているので、そういう意味では、まあ、そういうスニーカーでトレーニングをしていただくっていうのも問題はないかなと思いますので、もしねこれをご覧になっている方で、あそういうスニーカーだったら家にあるわ、で普段履いてないちょっと古いやつとかね、そういうのだったら家にあるかなっていう方であれば、まあそういうスニーカーでトレーニングをしていただくっていうのもまあいいんじゃないかなとは思いますので、ぜひぜひね試してみてください。はい、ということで今回はトレーニングにおすすめのシューズについてお話をさせていただきました。まあ、トレーニングにおすすめのシューズのポイントっていうのが、まあ、滑り止めが効いているということ、ソールが薄くて平らであるということ、この3点を、まあ、押さえたシューズを選んでくださいと。で、まあ、そのためには、まあ、旅靴とかねウェイトトレーニング専門のシューズもありますし、そういうのが嫌であればフットサル用シューズですとかスニーカーですとか、そういったシューズ使ってみてはいかがでしょうか。ということでね、ご自身に合ったシューズ、安全なシューズでトレーニングしていただければと思います。他にも何かね知りたいことがあればコメント欄に書き込んでいただければお答えしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。